はい、今回の動画は韓国とブルネイに行ってくるので、そのパッキングをしていきたいと思います。まだ旅行は先なんですけれども、準備をね事前にしなきゃいけなくて、最初韓国行って、その後1日だけ東京戻ってきて、で、まあ、その日の夜にはブルネイに行くので、準備をする時間がないっていうので、今回は韓国とブルネイ両方を事前に準備をしとこうという動画になっています。で、ある程度今日は洋服とか下着とかそういうものに関してはまだ詰めないで、今からでもまとめられるものだけ先にまとめておいて、であとはキャリーケースに入れるだけっていう状態にしたいなと思っています。で、今回は韓国とブルネイで本当に気温差が10度以上ある。韓国はまだ多分寒くて長袖が必要、全然日本よりも寒いかなっていう感じ で、逆にブルネイはもう本当に真夏なんですよ。30度ぐらいで、半袖でも暑いぐらい、まあでも半袖っていう感じなので、韓国は3泊4日で行って、ブルネイは1週間行くので、洋服とかを事前にまとめておかないと足りなくなっちゃうので、その辺を準備していきたいと思います。事前にちょっと買ったものを紹介します。これは H&M の袋なんですけど、中身は全然 H&M ではございません。あ、この T シャツはね、前ベトナムに行った時に買いました。ベトナム T シャツ、これハートになってるの、かわいいよね。そう、私海外行くのが好きなので、なんかお土産っていうか自分に何か買いたいなって思ってて、韓国ね、実は前釜山に行ったんですよ。なんだけど今回はソウルに行ってきます。で、その時確か洋服買わなかったな、私服として着る服を韓国では買う予定なので、旅行感が強いか服を買うかはちょっと分かんないけど、買っていきたいと思います。これをね、この間買ったんですよ。これは、キャリーケースの上にバッグをね、置けるようになってるんですよ。キャリーケースに荷物が入んなかった時用のサブバッグみたいな感じで、結構コンパクトでね。これね、3COINS でね、買ってね、1100円でした。そう、マチがね、あるから、すごい、大きくなるタイプのバッグです。忘れてはならないパスポートですね。パスポートと、私はこういうポシェット、現金とかパスポートとか大事なものは入れるようにしてます。海外行くときって基本的に財布を2個に分けてるんですね。1個はバッグ入れて、もう1つはこっちに入れてて、でこれはもう体の腰にね直接巻くから、取られる心配がない。もうこれが取られるときは自分ももう連れてかれてるときだからっていう意味で、これを非常用として絶対になくしちゃいけないやつポシェットに入れてます。なんでこういうパスポートとか、あと、まあ、昔は接種証明書とか必要だったから、コロナのね接種証明書とか現金とかもここに入れて持ち歩くようにしてます。何、財布はもう取られてもいいように、これも 3COINS かなんかで買ったやつ、もう取られてもいい用の財布ですね。普段使ってないやつ、これにお金入れます。次にこれなんですけど、これはアイロンですね。海外のコンセントに行ける、海外タイプになってるアイロンです。ストレートもカールもいけるタイプになってます。基本的にあんまりね、私海外で帽子とかかぶっちゃうから、アイロンはする機会はあんまないんですけど、今回韓国行くので、韓国はちょっと帽子ってよりかはなるべく写真をたくさん撮りたいなと思ってるので、アイロンは必須で持っていこうと思います。今回韓国に3泊4日で行って、その後1日空いてブルネイに行くんですけど、1日空くって言ってもその日1日空くんだけど、その日の夜にはもうまた空港に行かなきゃいけないんですね。下着を洗濯する時間がないので、下着とか数を揃えて持っていこうと思っています。長期の間海外に行く時っていうのは、いくつか下着とかを持ってって、あとあっちで洗濯して干してっていう感じで使っていたんですけど、今回はブルネイに行くんですけど、ブルネイの中でも島を渡ったりとか、こうマレーシア行ったりとか、いろいろ1週間の中でも移動するんですね。なので一つのホテルに滞在をするっていう期間が短い、いろいろあちこち行っちゃうから、ずっとその街に留まるってことがないので、洗濯がもしかしたらできない可能性があるので、下着を全て買っています。まだね、もしかしたらちょっと買い足さなきゃいけないかもしれないんだけど、でも一旦はまあいいかなと思ってて、でパンツはね、もうね大量買いしました。
あの H&M で、なんか普段の H&M で下着とかって買ったことないんですけど、なんと7個入りのパンツがありました。ちょっとこれ開けないんだけど、何これ、開いていた。7枚あったらまあいいんじゃないと思って、今持ってるやつあるし、もう一つブルネで着たいなって思って買ったワンピースがあります。ザラのワンピースなんですけど、これですね、こんな感じ、白のワンピースです。これはザラで7990円です。こんな感じのね、ふわふわしたワンピースになっております。あ、これ逆見てたこっちですね、こういう感じのワンピースです。リゾートなんですよ、ブルネって。海とかさ、そういうビーチに行くので、こういうワンピースを欲しいなと思って買っちゃいました。なんか洋服もちゃんとね、数揃えとかないとやばい、足りないみたいなことあるとちょっと怖いから。で、もう一つ H&M でブルネで着る用の T シャツですね。これもね、なんかちょっと海外っぽいなって思って買ったんですけど、あの、私 T シャツをあんまり持ってないことに気づきまして、海外でさらっと着れるタイプの T シャツを持ってないなって思って買い足しました。これめっちゃ安かったんだよ、確か1000円ぐらいだった。 H&M めっちゃ安いね。ブルネって1週間いるから、何日分洋服必要なのか。7日はいらない、6日分ぐらい洋服はキャリーケース入んないかもしれない。で、3泊4日のさ、キャリーケースしか持ってなくて、それ以上の大きいキャリーケースを持ってないんですよね。大丈夫かな。まあまあ、前モンゴル行った時に1週間それでやっていけたから、多分大丈夫でしょう。楽しみだな。なんか最近そう、モンゴル行ったっきり海外全然行ってなくて、あれいつだったっけな、お盆とか去年の、本当にもう1年弱ぐらい経つから、やばい、全然海外行けてない。袋にこうブロックタイプみたいな圧縮袋があるので、これで洋服をまとめて持っていこうと思います。圧倒的に韓国の方が荷物が多いんですよ。っていうのはもう冬だから、寒いから着込むから、そんだけ洋服が多くなるなっていうので、韓国にちょっと多めに荷物がかかるかな。ブルネーは暑いから、もう T シャツとズボンだけでいいみたいな。はい、続いてスキンケアとか入れていきたいなって思うんですけど、ただまだ旅行が先なので、まだ使ってるものもあるので、そういったものは入れずに今詰められる分だけ先に詰めたいなと思います。で、私は旅行の時にはだいたいこういうジップロック、これイケアのやつなんだけど、ジップロックに入れて持ってきます。あの、液体とかがね、漏れるとちょっと他の洋服とかにさ、その液体がついちゃうとさ、濡れても使えなくなっちゃうので、あの、基本的にはこういうジップロックタイプに入れていきます。で、まあ、韓国は正直その韓国でスキンケアを買えばどにでもやっていけるっていうか、日本から持っていかなくても大丈夫かなって思ってるんですけど、まあ、ちょっとまだ先なんでわかんないんですけど。で、まず髪の毛はこのね、いつもはこのリファロックオイルライト、ヘアスタイリングオイルっていうものをたまに、基本的にあんまり巻かないから塗らないんですけど、髪の毛を巻いたりとかした時にはこれを使っています。で、これは旅行の時には大きすぎるので、このちっちゃいサイズがね、なんとあるんですよ。実は なんだっけな、これなんかでもらって、で、別でこれ自分で買ってて、なので、このちっちゃいやつにこれを詰め替えて、で、これで持っていきます。これをね、今ね、結構入ってんの、今多分このぐらいまで入ってて、なんで、まあ、韓国とブルネ両方このサイズで全然持つので、これを持っていきたいと思います。で、これをね、ここにポッと入れていきます。続いて、これは髪の毛を乾かすときにつけるヘアミルク、トリートメントですね。これオーシャントリコアンサーミルクっていうものを私は使っています。これは今も家で使ってるので、ちょっとまだ入れないですけど、これを持っていく予定です。詰め替えとかは特にないので、これでそのまま持っていくと思います。で、これはね、ここにね、こういうのがついてるので、もう押せなくなってるから大丈夫です。これね、私は基本的に取っといてるようにしてます。これ使う時に外してさ、もう捨てちゃうじゃん、結構。でも私このまま旅行とかに持っていくことが多いので、これはつけたままにしてます。だから旅行ってさ、基本的に荷物を減らしたいじゃん。スキンケアとメイクが一番重くなると思うのね、重さで言うと。で、減らせるところでもあるの。だからどうにか軽くしたいっていうので、韓国はあっち行って顔のパックを買って、それでスキンケアにしたいなと思ってます。だけど、まあ1日目はちょっと朝早い便なので、あの、全泊をして、成田に全泊をするんですね。なんでその時用でとりあえずパックを買いました。これね、韓国語で何も読めないんだけど、ちょっとごめんなさい、何も読めない。でも、ソーダバブルシートって書いてあるから、多分なんか炭酸系の
パックシートなんだと思います、はい、これをとりあえず1枚だけ韓国の成田空港で使うようで持ってきます。で韓国行ったら、あっちの現地のパックを買ってそれを使います。なんか家にあったんだけどね、シャンプーとトリートメントのセットが4つあって、多分これ前の旅行の時に余ったんだよね、多分使わなくて。今回これ持ってこうかなって思うんだけど、まあ別にブルネイにも韓国にもシャンプーはあるから別にいらないっちゃいらないんだけど、まあ最悪ね、なんかなかった時のために一応持ってきます。まあ多分大丈夫なんだけどね。どうしよう、いらないかな。こういうのが荷物重くなる原因なんだよね。じゃあ2個韓国、2個ブルネイにしとく。絶対に足りないんだけど、そうしとくか。まあ多分ある、あっちに売ってるから全然。売ってるやつを買えばいいんだけど、1日目とか2日目とか、そのもし現地で買えなかった時用で持っとくっていうのはありかな。まあホテルにあるんだけどね、基本的には。行きの飛行機の中で使うマスクで、アイマスク。ちょっとね、私これね切れちゃって、あの箱で買ってるんですけど、これ残り1個だったんですよ。なんでちょっとこれ買い足さなきゃいけないなと思ったんで、買い足します、後で。でもこういうなんか足りないものが分かるっていう意味では、なるべく早めに準備をしておいた方がいいなと思います、はい、これは空港用の方に入れとこう、空港の手持ちの方に入れとこうと思います。休息時間、私は足すっきりシート、これをねよく愛用してるんですけど、まあ長時間の移動とかも含めて結構大変な旅になると思うので、これは持っていこうと思います。これはね18枚入り、6枚のセットが3袋入ってます。なんでまあ6枚あったらいいかなっていうので、これを韓国で持っていこうと思います。そしてクレンジングはこちら持っていきます。これね今も使ってるんですけど、アンドハニーサボンクレンジングバームブルークレイっていうものを私は今使ってます。こんな感じで使ってます。これを韓国とブルネイで両方持っていこうかなって思ってて、もうクレンジングってなんていうの、絶対に化粧メイクするから海外で、まあしない時もあるんだけど、基本的には韓国とかは写真たくさん撮りたいなって思うから、メイクたくさんすると思うので、クレンジングは量を持っていきたいなと思っています。これを持ってきます。これね、あの一つでメイク落としも洗顔もできるようになってるので、これを持っていこうと思います。でさっきね、あのパックだけでいいってなったんだけど、まあパックももちろんするんだけど、一応ね家で使ってるスキンケア系を、まあそんなに重くないから持っていこうかなとちょっと思いました。でいつもね家で使ってるのはこのコスアレックスのものなんですけど、このねポーチにね全部入るんですよ。これぐらいだったら持ってってもいいかなっていうことで、ちょっとね紹介したいなと思います。現地でのスキンケアが肌に合わなかったことを考えると、やっぱ自分の持ってった方がいいなってちょっと思ったので、まあ、いつも大体合うんだけど、まあなんかのために、これが、コスアレックスのプロポリスシナジートナー、シナジートナー、なんかそんな感じです。これめっちゃいい。これとね、これとね、全部このコスアレックスのやつなんですけど、すごくねいいですよ。全部韓国語に何書いてるか分かんないけど、これはプロポリスのライトアムアンピュアみたいな、あの美容液で、これがクリーム。楽天で買ったのかな。楽天で買ったらね、このねポーチもついてきたんですよ。でこれ全て入るんだよね、この中に。こういう感じで入るので、これでもう完結です。これを韓国に持っていきたいと思います。ブルネイにも持っていきます。ブルネイはむしろあんまりそのスキンケア系が売ってないかもしれない。その売ってても海外ちょっと刺激が強いものが多いかもしれないので、これを1セット持っていこうと思います。でね、いつもね使ってるのがこの無印の生成カットコットンってやつを使ってるんですけど、もうね結構なくなってきてて、あの旅行行くってなったらさ、もういっぱい持ってくじゃん。そしたら多分もうほぼないんで、ちょっとこれも買い足さなきゃいけないですね。旅行っていうか基本的にコットンめちゃくちゃ使うのでなくなっちゃいそうなので、買い足します。これも今思ったんだけど、あのマスク、普通のマスクがね今ね家にね結構少なくなってきてることをに気づいて、でちょっとそれをね、もしかしたら海外であのマスクが必要、その入国するときとか外歩くときとかに必要かもしれないんで、ちょっとそれをねマスクを買おうと思いました。で忘れてはならないこの変換器ですね。この充電するときのコンセントのやつですね。私はここでいろいろね、ほぼほぼいけるタイプのコンセントの種類があるんで、ちょっとこれで多分大丈夫だと思います。ここに USB が刺さる、でこっちがこういうコンセントがないので、これを持っていきます。ただこれ1個しかないんですよ。これ1個しかないから、ちょっと変換器をもう1個買い足そうと思っております。
つ忘れてました、マスカラのリムーバー、ヒロインメイクのスピーディーマスカラリムーバーっていうのを私は旅行の時に持っていきます。普段はこれはあんま使わなくて、コットンでマスカラを落とすんですけど、まあ旅行先でコットンがなくなったりとかした時に、まあ、マスカラを取るようでこれを持っていきます。続いてくし類なんですけど、家で使ってるのはこの2つで、まあ、こっちを基本的に大きいから家でこうやって使ってて、こっちのちっちゃいタイプは旅行で持ってこうと思って使っているものになります。なのでこっちは家に置いといて、こっちを旅行先に持ってこうと思います。100本は、ね、2個ぐらい入れておこうと思います。まあ、何回の時のためにてな感じで、基本的に今準備できるものは、その洋服もある程度これ着ようかなと思ってるやつは今準備したので大丈夫で、多分今できることって言ったら多分これぐらいかなっていう感じです。でもうちょっと近くなったら、もう本格的に下着とか洋服とか化粧品、メイク道具ですねとかも詰めていこうと思います。でブルネイと韓国で、まあ、持っていくものとして違うのは、洋服が全く別なので、その夏物と冬物って春物というかそんな感じで違うので、まあ、そこは被らないからいいかなっていう感じです。ただ今は現状で夏物の服をちょっと出していないので、それを今後衣替えというか夏服を出さないといけないなと思っております。福区行きの服装は基本的にこういうの着ようって決めてて準備してあります。ブルネイはこれから洋服を考えたいなと思います。あ、そうだそうだ、両方ともに共通してたの、日焼け止めを持っていくんですけど、ブルネイは特に必要だなと思ってて、家でね最近使ってるのがこれで、これからの季節さ、基本的に日焼け止めが必須じゃん。だからボトルで買ったんですよ、このプッシュタイプで。でこれは無印のやつなんですけど、もうたくさん使うなって思ったからこのボトルタイプを買ったんですけど、旅行にはちょっとこれは不向きかなと思ってて、ちょっとこれはサイズが大きいから、普通のねボールタイプを持っていきたいなって思うので、ちょっと日焼け止め別で買わなきゃいけないかもしれない。これはいいです、量がたくさん入ってジェルなんでベタつかないのでめちゃくちゃいいです、おすすめです。はい、こんな感じで持っていくものを集めております。でね、最近買ったものでちょっとね紹介したいのがあるんです。これを買いました。キャノンのオートボーイズームというものを買いました。フィルムカメラなんですけど、これを買って最近はフィルムカメラをずっと撮っております。でね、韓国とか旅行先でも撮れたらいいなって思ってるんですけど、これね電池が入ってるんですよ、リチウムイオン電池かな。これってどうなんだろう、旅行ダメかな、もしかしたら。ちょっとその辺詳しくない、いつもねカメラ持っていかないからちょっとわかんないんだけど、フィルムカメラのこの中に入ってるリチウム電池はダメかな、やっぱダメそうだよね、普通に考えてそうだよね、ちょっと悲しい。日本国内でしか撮れないかもしれない。そうそうそう、それでね、もう一つカメラを実は買おうとしております。というか今日買うんですけど、オズモポケット3っていうやつを買う、まあ今日買うんですけれども、これを旅行先に持って行って Vlog を撮りたいなと思っております。それはもう本当に前々からずっと欲しいなって思ってて、やっと手に入るので、ちょっとねそれを持って、韓国ブルネ両方とも Vlog 撮っていきたいなと思います。またねその動画が上がると思いますので、ぜひ楽しみに待っていただけたらと思います。はい、こんな感じで、今回は旅行の準備をしてみました。参考になったら嬉しいです。もしね、なんか他にもこういうのあったら便利だよとか、こういうの準備した方がいいよとか、もしありましたらぜひコメントで教えてください。では、今回の動画はこれで終わりたいと思います。見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ウェイ。